どうもお疲れ様です。いつも体の情報を送っていただきましてありがとうございます。暗号通貨ニュースの久保でございますけども、やっぱり今ね、暗号通貨のニュースって少ないですね。いろんな事件もないですし、今年の初めに FTX っていうね、大きな暗号通貨の取引所のなんか破綻なりね、ちょっと詐欺なんではないかなっていうふうに噂された時もありましたけども、あのニュース以来そんなに大きなニュースっていうのはなかったかなと。あるとしたら、私の前々から申し上げていたSEC ですよね。こちらの訴訟でリップルの価格が、まあ、予想通り急騰したってことでしょうね。だから今年の私の目論みとしては大きく当たったのがそのリップルでした。それから補助的に XDC っていうね、昔ゼンフィンネットワークっていう風に言われていましたけども、これ5、6年前に私はね、もういろんな草コインの中で一点張りで当てるとしたら何かなっていうので検討した結果、当時ね、ランキングの300位ぐらいにしか入ってなかったようなゼンフィンネットワークっていうのを見て、で、情報がほとんどなかったんですよ。で、ゼンフィンネットワークの、運営の情報がちょろっと出ていましたんで、英語だったんですけどもね、そこを翻訳しながら私なりに、これに一点掛けしようかなっていうところで、当時価格はね、1円か1円弱だったと思いますけども、これが40円ぐらいになると目論んで、ベットしていたことはありますね。で、実際はこれね、20円台まで急騰して、まあ、40円まではいかなかったけども、まあまあ自分の目論み通りに、ほぼいったかなっていうところでね、まあ大きく一点張りの草コインが当たったっていうところはあったんですけども、今このゼンフィンネットがまた脚光を浴びてきてですね、じわじわと価格を上げてるっていうのは今までも何回かお伝えした通りなんですけども、そうなってくるとね、いろんなプロモーションであっちがいいこっちがいいって言っていたあのコインっていうのは一体何だったんだろうかと、全部嘘だったのかなと思うぐらいで、派手なプロモーションをして有名になったやつってのは軒並みね、終わってるんですよね。だから暗号通貨の何がいいかっていうのは私は明確には分かりませんけども、その他者からの情報に依存するんじゃなくって、自分でどう考えてそこの価値はどのぐらいだっていうふうに自分で考えたものが、まあ、唯一正解になるんじゃないかなと思いますよね。これはまあ私の見識で見たからたまたま1個選んだのが当たったのかもしれませんし、まあ誰もが自分の頭で考えてね、うまくいくもんではないっていうのも確かにその通りなんで、暗号通貨のね、いわゆる専門家と言われてる人に依存するのかもしれませんけども、まあこれもたびたび申し上げますけどもね、暗号通貨の専門家たる人ってのはまあいないと思った方がいいでしょうね。特に自分は暗号通貨の専門家ですっていうふうに自称する人ってのはね、私を含め危険なんで用心した方がいいかなと。ただ唯一見分ける手段があるとしたら、なんかこのコインに自分はかけてますよ、期待してますよっていうふうに宣言したやつが、もう5年後くらいに本当にそうなったっていうものが何点か言い当てられた人がいるのは、まあまあ当てにしていいのかなっていうところで、まあ私はね、自分なりに自分の振り返っての見識を結構ね、自信を持っているんですよ。だから自信を持っているからといってこれから何かの評価ができるわけではありませんから、相変わらず暗号通貨は最も難しいデリバティブだと思ってますんで、こんなことをやるぐらいだったら一番簡単な FX をやった方がいいっていうのはね、全然変わりませんのでね、 FX の基礎があるから大胆に冷静に、そして金銭的なダメージを恐れずに、このね、暗号通貨の評価ができたってところもありますし、そもそもね、暗号通貨を分析する時間が、持ち時間が違うんですよ。私はその気になったら私は24時間できますん で、すごい膨大な時間を草コインの300位まで見たわけですからね。その中で検討してこれって決めたのがゼンフィンネットワークだったわけなんで、多分ね、300個も検討する人いないと思いますよ。まあ実際上位の100個っていうのは検討してませんけどね、200位以下をずっと見ていったんで、そんなにね、何百個も私も見たわけではありませんけども、でも詳しく暗号通貨について10個でも解析しましたよって方はまあなかなかいないと思いますからね。せいぜい誰かがこう言っていたとか、そこにどう書いてあったみたいなことを鵜呑みかちょっとね、批判扱いするぐらいで、やっぱりそのプロジェクトが一体どういった会社にどのような形でどのタイミングで必要なのかなっていうところまで仮説を持てて初めてなのかなと思います。で、実際にゼンフィンネットワークならゼンフィンネットワークが持ちかけているような会社や組織や団体がどういったところなのかっていうところまでこう見ていくと、あ、これはありえそうだよねとかね、広がっていきそうだよねっていうのが分かるから、数年後の目論みがまあ40円で立ったんですけども、40円は言い過ぎだったかなってところですよね。はい、今はだいたい12、3円ぐらいだ、ね、落ち着いたんだと思いますけどね、まあ、これからもゼンフィンネットワークね、別にもう応援しませんけども、もう一回ブーンと伸びたんで、私はもうゼンフィンネットワークもうね、もういいやって感じですよね。もうあれバーンと一回上がってくれればいいんでね、でも体のだけですか、これからも長いこと期待したいのは、本当に体のは
私のその、デリバティブへのね価値観を大きく変えてくれたかなってところで、非常に面白い世界観だと思いますね。はい、じゃあ今回はそんなところでございました。お疲れ様です。